はい、皆さん、こんにちは。それではですね、今週の研究法基礎3へ統計の授業は、オンデマンドの配布資料と、資料配布という形でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今週はですね、いよいよ、推測統計ということで、帰無仮説優位性検定というですね、皆さんが、論文なんかを読んでるとですね、まあ、しょっちゅう出てくるあの P 値ですね、P が 5% を下回ったから優位だとか優位じゃないとかっていう、あれの話ですね。あれが一体どういう理屈なのかということ。まあ、ここら辺は、人間科学専攻の皆さんでしたら、人間科学研究法基礎という2年生の時の必修の科目で、稲葉先生がですね、簡単なところをですね、すでにお話しされていると思いますけれども、まあ復習ということは常にこれはね、必要なものなんで、まあその前提の基本的なところから見ていきたいと思います。ということで今日はですね、帰無仮説検定の基本的な発想という話を一つ。で、それからですね、まあここに結構時間を取った上で、まあ仮説検定にも実はいろんなものがあるんだよということで、一番まず最初にやる T 検定っていうのがどういうものなのかというお話をしたいと思います。で、後半はですね、その T 検定について実際に HAD を使って分析してみるというそういうお話になりますが、前半はまずその T 検定がどういうものなのかというところまでの話をしていきたいと思います。では早速入っていきましょう。帰無仮説優位性検定とはということですね。帰無仮説優位性検定、Null Hypothesis Significance Test、NHST なんていうふうな言い方をすることが、あります。これは推測統計の一種ということになります。推測統計って一体何だったのかという話をするとですね、これ、まあ先週ちょっと言いましたけれども、まあ、実際にデータを取ってみて、そのデータがどういうふうなものであったのかっていうことを、まあ、ひたすらですね、地道にというかですね、素直にそのまま、記述するという記述統計というのがあるわけですけども、そこから、さらに推測してですね、インファレンスですね、こういうふうなデータになっている、こういうような統計結果が出たということは、このようなことになっているんではないだろうかというふうに話をもっとこう一般化するというんですかね、知らないことについてまで話を広げようとする。これが、まあ、推測統計ということになるわけです。今言った話をですね、まあ、順番を逆にして言うと、つまりこういうことなわけですよ。何か、例えば、母集団について知りたいという言い方をしますけれども、まあ、この母集団というのは、例えば、慶応義塾の学生全員について知りたいとか、日本人ってのはどういう人たちなのかって知りたいとか、人類ってのはどんなものなのか知りたいっていう、こういう、まあ、すごく、まあ、大きな夢があるわけですね、最初に。で、まあ、夢があって知りたいんだったら調べればいいじゃないですか、ということになるわけですけれども、この母集団っていうのをですね、全部網羅して調べきるってことは、まあ、大体の場合できないわけです。まあ、全塾生ぐらいだったらね、なんとかなるかもしれませんけども、でもその全塾生の塾生の定義ってどうなのっていう話に、例えばなるわけですね。で、もう慶応義塾ができてから現代、そして未来にわたるまでの全塾生なんて言ったら、これとても全員の、データを集めるなんてことはできないわけです。まあそこまでいかなくても、例えば全日本人とかですね、日本に在住している全員のデータを知りたいっていうと、まあこれはセンサスっていうのがあってですね、まあ5年に一度とかですね、やるわけですけれども、そんな時だってですね、回答してくれない人がいてですね、全然集まらないってこともあるわけですね。で、全人類なんてますます無理だということです。で、そうすると、一体どうしたらいいんだろうかという時に、じゃあその全員集める、すべてを集めることはできないから、そこから、サンプルを集めてきましょうと。標本っていうふうに日本語では訳しますけれども、まあサンプルを取ってきましょうということです。そして、そのサンプルについて、これを統計的に分析して、まあ、サンプルの統計量ですね。それを使って、元々の知りたかった全体ですね。全塾生、全人類、もしくは、まあ、全人類ですね。とかについて、どの程度のことを言えるのかと。で、何をどれぐらいの角度で言っていいのかということを推測していきましょうということです。これが、まあ、推測統計なわけですけども、まあ、この推測統計にも、いくつかのアプローチというものがあります。一つが、母数の推定というやつで、母数っていう言葉はですね、統計で使う母数っていうのは、これは母集団についての、パラメーターということで、まあ、またおいおい説明しますけれども、
そういうことです。で、なんかね、ツイッターとかね、そういうところを見てると、母数が足りないとかですね、母数がとか言ってですね、この母数っていうのを、まあ、サンプルサイズですね、この後いうところの、分母の数だったりとか、サンプルサイズっていうふうな意味で使ってる人がよくいるんですけども、まあ、別にそれをですね、間違いだとかいうふうに言うつもりはないんですけども、統計の分野で、母数という言葉が出てきたときには、サンプルサイズの話とかではないので、そこは注意してください。ツイッターで見かける母数とは違うものかもしれないと思って聞いた方がいいと思います。で、この母数を推定する、つまり母集団がどうなっているのかっていう母集団の形というかですね、様子を推定しましょうという、そういう種類の統計、推測統計もあるんですけども、もう一つが、まあ、これをはっきり分けるのは難しいんですけども、まあ、キム仮説優位性検定というものがあると。で、これはですね、どういうものかというと、まあ、その下に書いてありますけども、母集団が A というふうになっているのかを知りたいっていうことを、まずこういう興味を持つ。その上で、そしたらば母集団は A ではないという前提、まあ、これをキム仮説というんですけども、母集団は A ではないという前提を置いてみて、そして、サンプルを取ってきて、そのサンプルから計算した統計量を使って、このキム仮説を評価するということをします。まあ、評価する。評価するってのは一体何かというと、サンプルから、計算した統計量を使って、これがですね、母集団が A ではないというこの前提と、まあ、例えば、一致するのか一致しないのかっていうことを、判断しましょうということです。で、実際にやることは何かっていうとですね、サンプルから計算した統計量を使って、このキム仮説、母集団は A ではないという前提を置いたものを、これを否定しましょうということです。否定するってことは、つまり母集団は A であるというふうに主張するということですね。これ多分皆さんが高校の数学でこう証明とかでですね、やらされたですね、背理法っていうのと、よく似てると思います。背理法っていうのもそういうもんでしたよね。なんか、A だっていうことを言いたいときに、じゃあまず A ではないというふうに前提してみましょう。で、A ではないっていう前提を置いて、いろいろとですね、式をこう計算してみたりすると、そうすると矛盾が生じますね。ということは、A ではないという前提は間違っていた。すなわち、A であるっていうふうに言うのが、あれが背理法なわけですけれども、キム仮説優位性検定はそれと結構似ていると。けど、まあ、厳密には少し違うというのは、確率というですね、A ではないっていうこのキム仮説が絶対間違ってるとは言い切れなくて、間違ってそうかなっていうようなですね、確率的な概念が入ってくるので、ちょっと違うということです。まあ、そこはマニアックな話なんで、これぐらいにしましょう。はい。抽象的な話ばっかりだと全然わからないんで、少しずつ少しずつ具体的に入っていきたいと思います。で、具体といってですね、まあ、このキム仮説優位性検定の話とかするときに出てくるのが、大体ですね、コインの話なんですね。で、まあ、ね、自分らは人間のことが知りたくって、人間科学研究法という授業を取ってるのに、どうしてコインの話なんですかっていうふうにですね、思う気持ちはよくわかるんですけども、実はこの統計っていうのは一体何だったのかっていうとですね、まあ、心理統計とかはね、一体何だったのかっていうと、まあ、人間というですね、この生身の人間という具体的な存在のことを、いろいろとですね、数字に落とし込んでいくと。で、そうすると、それを、そしてそれを確率っていうものを使ってですね、理解していく、分析していくっていうことをすると、一体何ができるかっていうと、この生身の人間っていうものに関することをですね、まあ、コインの表裏みたいなすごくなんか無機質なものとですね、まあ、同じ、何でしょうね、同じフレームというかですね、同じ水準で論じることができるようになるよと。これがすごく、面白いところなんですね。まあ、面白くもあり、一方でですね、まあ、危険をはらむものでもあるわけですけれども、そういうことなわけです。つまり、同一の水準で話すことができる。だから、今、コインの話をしますけども、コインの話も人間の話も、統計という枠組みでは同じものとして扱えますよということです。もしくは、同じものとして扱いましょうという態度ということもできるかもしれません。なので、まあ、コインの話なわけです。で、まあ、逆にですね、あんまり生々しい人間の話じゃなくて、コインの話とかにした方がですね、確率ということがこう捉えやすい面もあるかなと思って、まあ、この例を我々はよく使うということです。はい。では、コインの話入っていきましょう。まあですね、問題はこういうことです。今、コイントスをするわけですね。で、
コイントスに、まあ、例えば大金がかかっている状況としましょうと。100円玉をですね、こうピンとコイントスして、表が出たか裏が出たかと。で、それをもしも当てることができたらですね、当てることができたら、100万円もらえますよと。100万円大金、まあ大金ですよね、もらえますよという、そういう状況だというふうに考えましょうということです。でところが、このことをですね、言ってきたですね、100万円あげるよというふうに言ってきた相手の人がですね、まあ、いまいちこう、本当に信用していいのかどうかわからないということですね。で、この100円玉がですね、なんか表が出やすかったり、裏が出やすかったりするっていうですね、そういう疑いがあるんじゃないのかということで、この100円玉がなんか普通の100円玉なのか、つまり表裏が五分五分で出る100円玉なのか、それともなんか表が出やすくなってるとか、そういう細工がしてあるですね、そういう100円玉なのかですね、ちょっと自信が持てませんぜという、そういう状況だというふうに、とりあえず考えてください。で、このコインがですね、そういう偏りがあるかというか、いうことを知りたいと。これを、キム仮説優位性検定の、フレームで、理解、まあ、このことにアプローチしてみようということです。で、じゃあ一体どういうことかということですね。じゃあ相手がですね、こういうふうに言うわけですね。いや、なんかそんなに信用できないんだったら、一回試しにコイントスしてみていいよというふうに言われたというふうにしましょうと。なるほど。なかなか、太っ腹ですね。で、一回お試しをさせてくれたということですね。一回お試しをしたらどうなったかっていうと、表が出たわけですね。ピンとやったら表が出たと。それをもって皆さん、いや、このコインは表が出やすくなってるに違いないというふうに判断しますか？そういうふうに判断するかどうかってことですね。まあそこまでですね、一回やって表が出ただけで、いや、これはもう表が出やすいやつに違いないっていうふうに考える人はあんまりいない気がします。じゃあですね、相手がこういうふうに言ったとしたらどうしましょう。5回やっていいよと。で、5回ですね、コイントスをしてみました。そしたらば、5回とも表が出たんですね。5回とも表が出たと。そしたらば、表が出やすい。あ、このコインは表が出やすいコインだなっていうふうに判断していいものでしょうか、どうでしょうか、ということです。どう思いますか。5回とも表だったら、いや、これちょっとこのコインは偏ってるんじゃないのかなっていうふうに考える人が結構いるんじゃないかなという気がします。で、これがですね、キム仮説優位性検定のすごく直感的な理解です。どういうことかというとですね、今の皆さんの5回とも表っていうのはなんかおかしくないっていうその感覚ですね。これを、もうちょっとですね、ロジカルにというかですね、分解してみるとどういうことかっていうと、結局こういうことなんですね。もしもこのコインが偏ってないのならって考えるわけですよ。考えませんでした？もしも偏ってないならば。これがさっき言ったキム仮説なんですね。偏ってないんだとするならば、こういうことです。一回投げて一回表が出る確率は 0.5 であると。偏ってないんだったら。一回だけ投げて一回表が出ましたよっていうと、まあそういうことが生じる確率は 0.5、50% ですねっていうことになるわけですね。じゃあ5回投げて5回とも表が出る確率っていうのはいくつでしょうかっていうことが気になるわけです。で、これはですね、いくつになるかっていうと、32分の1。これを、ちゃんと小数、に小数点で表すと 0.03125、3.125% になります。なんで32分の1になるのかっていうふうに考えた人は、なかなかいいセンスをしていて、まあ理由としてはこういうことですね。ここに図で書いてありますけども、コインを、5回投げたときに、表裏っていうふうに出るパターンっていうのはですね、全部の組み合わせで、32パターンあります。どうしてかっていうと、1回目に表が出るか裏が出るかで2パターンあって、で、その2パターンそれぞれに対して、次に2回目に表が出るか裏が出るかで、また2パターンあって、で、3回目が表裏っていうことでっていうんで、1回目 2×2×2×2×2 ということで、2の5乗ということ、つまり、これ計算すると32になるんですけども、32パターン全部あるということです。コインを5回フリップしたときに、出てくる表裏のパターンは全部で32パターンあるということですね。ほんまかいなと思った人はですね、自分で書き出してみてください。32になります。で、そのうち32パターンのうち全部表になってるっていう、そういうパターンは、ここの表したやつで言うと一番上のやつですね。全部表っていうのは1パターンしか生じないわけですから、つまり
32パターンがあり得る中のたった一つっていうのが今回生じたということですから、そんなことが生じる確率は32分の1だというふうに言えるわけです。で、これは100回に3回ぐらいしか起きないようなことですね。100回に3回っていうことが、まあ、今回起きるって結構珍しいことが起きたっていうことなんで、ということは、これは、偏ってないっていう帰無仮説が間違ってるっていうふうに言えるんじゃないのかなということですね。そんな珍しいことがそんな都合よく起きるもんかねっていう、まあ、そんな感じだと思ってください。これが、帰無仮説優位性検定の直感的な理解です。で、まあ、これは直感的な理解ですけども、これをもうちょっとですね、きちんと、フォーマルな形で言うと、帰無仮説優位性検定というのは、こういうことをやってるわけです。やってるというか、やっていくわけです。まず、母集団に、帰無仮説を置く。これさっき言ったことですね。このコインは表と裏が出る確率が等しいという、こういう帰無仮説を置くわけです。これをもうちょっと違う表現をすると、例えばこのコインを無限回ですね、無限回数トスしたら、同じ確率で表側と裏が出ると。例えば、無限回数って言いながら有限ですけど、例えば100万回ね、100万回やったらば、表が50万回、裏が50万回出ますねっていう、これが帰無仮説です。で、その次に、サンプルサイズを決めるっていうのは、何回トスするかっていうことを決めます。これは先に決めるってことはとても大事なんですけども、まあ、その理由を今、くだくだと話しても、皆さんちょっと頭がパンクすると思うんで、それはおいおいまた別の機会に話したいと思います。まあ、とにかくサンプルサイズを先に決める。何回突出するかってことを先に決めます。そして次に、優位水準っていうものを決めます。優位水準。これは心理学では 5% とすることが多いです。多分稲葉先生の授業でも 5% っていう話を聞いたことがあるかなと思います。この優位水準っていうのは、この後で計算する P 値という、まあ、さっき出てきた100回に3回、3% ってやつですね。あれが大きいとか小さいかっていうことを判断するときの基準です。優位水準は基準だというふうに考えてください。ですから基準を 5% にしましょうということです。でそれから実際にサンプルを集めるとか、まあ、データを取得するとか、あとは実験をするとか、調査をするとかですね。ここら辺全部同じことを、違う表現をするので、皆さん混乱するところでちょっと申し訳ないんですけども、まあ、実際にサンプルを集めるわけですね。つまり5回トスするということをやってみるわけです。そして、何をやるかというと、P値を計算する。ここで P バリューというふうに、P 値とか、あと優位確率とか言いますけども、P 値というものを計算します。サンプルを集めて、5回とも表が出たという、そういう結果が得られるわけですね。この結果を使って、この P 値を計算する。この P 値ってのは一体何かというと、帰無仮説が正しいときに得られたデータ以上の偏りが生じる確率ということです。ですから、今回は、帰無仮説はコインが表と裏が、出る確率が等しいという、こういう帰無仮説が正しいときに、5回のサンプルを取って5回とも表が出るという、こういう偏りが生じているわけですね。で、これが出る確率がいくつだったかというと、32分の1だったわけです。ですから、この値が、これがピーチになるということです。そして何をやるかというと、この P 値を先ほど決めておいた優位水準と比較するということをします。5% ですね。つまり、P 値が優位水準と比べて、それよりも小さいか、もしくはそれ以上かということを、確認します。もしも P 値が優位水準、5% よりも小さい、5% 未満だった場合には、どう判断するかというと、帰無仮説を棄却するというふうな言い方をします。棄却するってなんかかっこいい言い方ですけども、まあ、帰無仮説は間違いだったというふうに宣言するということですね。帰無仮説は何だったかというと、表と裏が出る確率が等しいという宣言だったわけですから、それを否定するということは、表と裏が出る確率は等しくないということを言う。つまり、このコインは偏っているというふうな宣言をすることになるわけです。じゃあ、優位水準が、優位水準よりもピークが大きかったときにはどうするかと。まあ、それ以上だった場合ですね。5% もしくは 5% よりも大きかったときにはどうするかというと、このときには判断を保留します。
保留するっていうのはどういうことかというと、帰無仮説が正しいかもしれないし、帰無仮説はやっぱり間違ってるかもしれない。どっちだかわからんよというふうに判断を保留するということです。なんのこっちゃ。でもさっき皆さんがやったことですよね。5回トスして5回とも表が出たっていうことは、これは 3% しか起きないような珍しいことであるということですね。つまりピークが 3% であると。それすごい珍しいことだよねって100回に3回。で、最初、だから、なんかこれは帰無仮説が間違っているような気がすると。でもなんとなく気がするとかだとですね、じゃあ、そのピーチが何パーセントだったら、帰無仮説間違ったことにしていいのかっていうのがですね、まあ、好きに、こう、なんかその時の気分で決められるっていうと、これはお話、話がですね、全く、なんでしょう、一貫しないわけですね。で、それはなんかもう、気分で決めちゃったらば、全然、そんなの主観的なわけで、なんでしょう、根拠が全くない話っていうことになってしまうわけです。ですから、その判断する基準は先に決めておきましょうっていうのがさっき言ったことで 5% に決めておいて、その基準、先に決めておいた基準と比べて出てきたピーチが、それよりも小さかったときには、ああ、帰無仮説として置いたものがやっぱり間違ってたね、というふうに判断しましょうということです。で、そうで、それよりも大きかったら判断を保留するということです。うん。じゃあ、もう一個ぐらいですね、やってみましょう。じゃあ同じ例なんですけども、この場合にはどうなるでしょうかということです。サンプルを、なんかちょっとすみません、タイプがありますけども、サンプルを集めるからじゃない、集めたらですね、5回コイン落とすしたら、じゃあ今回は、4回表が出たとしましょうということです。コインを5回トスして、ちょうど4回表が出る確率っていくつかっていうとですね、これは32分の5になります。なんでかっていうと、5回中4回表が出るパターンは5つあるからです。最後だけ裏が出るパターン、最後から2回目が裏がでなるパターン、最後から3回目が裏になるパターン、最後から4回目が裏になるパターン、一番最初だけが裏になるパターンっていうのがあるわけですから、5パターンあるわけです。ということは、ピーチは32パターンのうち、表が4回出るのは5パターンだから32分の5かなって思うかもしれませんが、実はそうではないんですね。ピーチっていうのは先ほど、スルッと言葉を紛れ、忍び込ませておきましたけども、帰無仮説が正しいときに得られたデータ以上の偏りが生じる確率ということです。ですから、4回表が出たなら、4回以上表が出る確率っていうのが、これがピーチになるということです。そうすると、どういうことかというと、4回表が出るパターンが5回で、5回表が出るパターンは1回ですね、さっき言ったように。ですから、全部で4回以上表が出る確率っていうのは、全部で6パターン、5パターンプラス1パターンで6パターンあるので、ピーチは32分の6という計算になって、まあ、これは、計算すると 0.1875 になるということです。多分合ってると思います。0.1875 になるはずです。で、それではですね、ピーチが計算できたんで、これを有意水準の 5% と比較しましょうということで見てみると、0.1875 は 18.75% ですから、有意水準の 5% よりも大きいということですね。大きいですから、これはどうするかというと、判断を保留しましょうということになるわけです。ですから、5回ですね、コインを落とすして、表が4回出たっていうと、いやもうこれかなり表が出やすいコインじゃないのっていうふうに言いたくなるかもしれませんが、心理学で標準的に使う有意水準を使って、帰無仮説有意性検定という考え方でやると、この場合には判断を保留するという結論になるわけです。つまり表が出るのか裏が出るのか偏っているとは必ずしも言い切れませんねというふうに判断するということです。皆さんがそれに納得するかどうかということは、まあ別としてですね、そういうふうな基準であって、でなんとなく皆さんそこからわかるかもしれませんけども、この有意水準の 5% っていうのはまあまあ厳しい水準なわけです。どういうことかというと、なかなか帰無仮説を簡単には棄却しないということですね。簡単には、帰無仮説間違ってたっていうふうに言わない
ちょっとこう結構保守的な、水準であるということがわかると思います。で、この優位水準ですね、5% に定めた優位水準っていうのは、これは心理学は 5% を標準的に利用し、使いますけれども、分野によってはですね、10% を使うところとかもありますし、もっと柔軟にいろいろ考えてもいいんじゃないのかというアイデアもあったり、します。で、時と場合によって使い分けるのが正しいのだという意見もあって、まあ私もまあそうなのかなというふうには、思いますが、まあ、ただ、多くの場合は実際 5% で保守的に行くのがいいだろうという意見もあって、で、実際、まあ、ほとんどの場合はやっぱり保守的に行くのがいいけども、場合によっては緩めてもいいんじゃないのかなというふうに個人的には思っています。はい。で、ここまで話を聞いてですね、いや、まあ、何言ってるのか分かったけども、なんでデータ以上の偏りが生じる確率を計算しない、するんだねというふうに疑問に思った人がいるかもしれません。つまり、5回コインを落として4回表が出たっていうことがあるんだったらば、5回中4回出る確率っていう32分の5ですかね。それをピーチにすればいいじゃないというふうに思った人もいるんじゃないかと思います。この、右上に先ほどからちょろっと出てきて、これが、ですね、これは実は二項分布というものでして、どういうふうになっているかというと、これは5回コインを落とすしたときに、1回も表が出ない確率、1回だけ表が出る確率、2回表が出る確率、3回表が出る確率、3回っていうのはちょうど3回ですね。で、ちょうど4回表が出る確率。ちょうど5回表が出る確率っていうのをこう縦軸に置いてこう表したものなんですけども、さっき言ったのはちょうど4回出る確率プラスちょうど5回表が出る確率、ちょうど4回は32分の5ですねと32分の1これを足したものがピーチになるよって言ったんだけども、このちょうど4回のところだけ見ればいいじゃないですかって、なんかそれでいいような気がするって思った人もいるかもしれません。なんでそんな仕組みになっているのかということですね。ごくごく簡単に言っとくとですね、これ、コインが表に出る確率、表が何回出るか、ちょうど何回出るかっていう確率っていうのはですね、これは計算することができるんですね。で、それは存在する値として出てくるわけです。で、なんでかっていうと、この0、1、2、3、4、5っていうのはですね、これ離散値っていうのをこういうふうに言うんですけども、離れ離れって言うんですかね。まあ、0と1の間にはですね、断絶があるわけです。表がですね、ちょうど 0.3 回表が出る確率とか存在しないわけですね。表が5回コインをフリップしたら絶対0か1か2か3か4か5。つまり整数の値しか取らないわけです。5回コインフリップしたら 2.78 回表が出ましたってことはありえないわけですね。こういうものの場合には確率の計算ができるんです。ところが、データがですね、連続量だったりするとですね、この確率っていうのがそういうふうには計算できなくなってきます。例えば、今日この後に実際に皆さんにやってもらうのは T 検定という話ですけども、T 検定では、平均値の差というものを検定するということを今日はやってみるんですけども、じゃあ例えば男女の平均身長の差が、ちょうど0センチ。これは 0.00、ちょうど0センチってことは、0.00000 って0がどこまでも行っても0センチになる確率はっていうふうなのを、考えるっていうとですね、これは、確率は0になっちゃうんですね。ちょうどもう寸分の狂いもなく0になるっていう確率っていうのはですね、そんなことが起きることはまずないというか、もう絶対ないという話になってくると。でこれは極限の話でですね、なんだかよくわからんって人は、まあ、そうですね、数学の極限のことを、ちょっと勉強してみるとか、あと、アキレスと亀のですね、逸話とかをですね、見てみるといいかと思います。で、じゃあどうするのかっていうとですね、範囲を考えれば確率を計算することができて、例えば男女の平均身長の差が、プラマイ 0.01 センチの枠内に収まるという、そういう確率はいくつですかっていうと、この計算はできるんですけども、そうすると、その範囲っていうのをどうやって定めたらいいのかねっていうところですね、プラマイ 0.01 にすればいいのか、プラマイ 0.0001 センチにすればいいのかっていうのはですね、かなり恣意的になってきてしまう。で、なんかですね、基準がないと定まらんよということですね。で、そこで定められた基準というのは一体何なのかっていうと、いうことで、
何とか以上という形ですね、決めましょうという差がある、その、ですね、範囲がですね、差が、そうか、例えば2センチの、身長の差が2センチあったのとしたらば、ちょうど2センチになる、という確率ではなくて、2センチ以上になる確率とかですね、そういうふうにしましょうというふうに決めているということです。でこんな風なやり方をしていることの背景にはですね、まあ、ピーチっていうものがもともとですね、まあ、農業とか工業とかそういうところにおいて、まあ、品質管理だとか、例えばあとは農作物の栽培方法を変えたときにそれで生産高が上がるかとかですね、そういうことを見るときに使われ始めたという、そういう、そういうことを考えるために開発された、発明されたツールであるっていうことも、まあ、関わってるんじゃないかなというふうに思います。つまり、なんか例えば栽培方法を変えたらば、それによって収穫量が増えるのかどうかっていうときに、ちょうど収穫量が 5kg 増えるとかではなくて、収穫量がですね、まあ、5kg 以上増えるんだったらもう十分だっていうことですね。もっと多く増える分には全然構わないじゃないですかっていう、そういう話です。そんなこともあって、このデータ以上の偏りが生じる確率というふうになっています。はい。ここはですね、先ほど、言ったことをもう一度書き直してる、ことになります。ステップ1からステップ6という形で、まあ、帰無仮説優位性検定はこのように進めていくということです。で、先ほどのコイントスの話をですね、同じように、このステップ1から6までのところに、置き換えてですね、解説しているスライドがこれになりますけども、まあ、時間も、ちょっと押してきているので、これは先ほどから言っていることの繰り返しに基本的にはなるので、ですね、そんなに、でも一つ大事なところがありますね。一箇所だけ、ちょっと丁寧に説明しておくだけにしておきたいと思います。それが何かというと、帰無仮説を設定するというところですね。で、ちょっと一つ前のスライドに戻りますけども、帰無仮説を設定すると、先ほど言いました。で、まあ、そこで、ごく簡単にですね、まあ、コインは、偏りがないという帰無仮説を置くんですよ、というふうな言い方をしました。けれども、実はですね、もうちょっとここには、その中をですね、丁寧に説明すると、もう少し、細かいことを実はやっています。で、一つがですね、母集団の分布を禁止する確率分布、括弧確率モデルを決めるって書いてありますね。そして、確率モデルの形を決める母数、パラメーターを決めるっていうふうに書いてあります。帰無仮説を設定するって言ってるときに、やってることは実はこの2つがあります。これをですね、もうちょっと、きちんと説明するというかですね、先ほどのコイントスの話に当てはめるとどういうことかというと、母集団をの分布を禁止する確率分布を、二項分布というふうに設定するというふうに実はしています。これはどういうことかというと、まあ、二項分布っていうのは、先ほどちょろっと出てきた、これですね、この右上のやつ、こういうやつが二項分布って呼ばれるんですけども、この二項分布、これはどういうものかっていうと、何かを、やる。例えば、コインを、トスするっていうことですね。そういうことを、一回やる。こういうのを、ワントライアル、ワン思考、一思考っていうふうに言いますけども、一思考何かをやると、結果が、二つ、どっちかの結果が必ず出ると。表と裏とか、成功と失敗とか、そういう形に二つ、必ずどっちかになると。その間はないっていう、そういうようなことが、あります。で、そういうトライアルを、例えば5回やりましょうと。つまり、コインを5回投げましょう。ということをやったときに、じゃあそのうちの、まあ、例えば表ですね。表か裏かって言ったら、まあ、表にしましょう。表っていうものが、0回しか出ない。1回出る、2回出る、3回出る、4回出る、5回出るっていう、そういう確率がいくつになりますかっていうことを、示すのが、これは二項分布というものです。で、これは5回の場合ですけども、これを例えば10回ですね、コイントスをしたときに、コインがちょうど0回出る、1回出る、2回出るから10回出るまでっていうのを、もちろんこういうふうにですね、同じように、分布と言いますけども、それが出る確率というものを、図に示すっていうこともできます。で、母集団における分布っていうのは、一体どういうことかっていうと、そこでの帰無仮説っていうのは一体何なのかっていうと、
これをですね、もうめちゃくちゃたくさんいうふうに、やったときにってことですね。そのときに、コインがですね、どういうふうに出てくるのか、表に出たり裏に出たりする確率がどういうふうになってるかってときに、例えば、それは、二項分布に従っているんだよと、そういうふうな形になっているんだよっていうことの前提を実は置いている。でそして、確率モデルの形を決める母数として θ イコール 0.05 を、置くっていうふうに言ってますけども、この θ イコール 0.05 っていうのは何かというと、この帰無仮説、二項分布っていうのはですね、例えば表の話をしましたけども、表が出るときの、1回の試行で表が出る確率っていうのは、裏が出る確率と同じで 0.5 ですよっていうふうに、考えたということです。そういうことですね。で、そうするとこんなグラフになるということです。これは10回に、10回コインをトスした場合の表裏が、ちょうど0回からちょうど10回出るところまでの、それぞれの確率っていうことになってますけども、それを、θ が 0.5、表が出る確率が 0.5 の時にっていうふうに考えて、書くと、こういうふうになるということです。で、まあ、二項分布ってのは一体何なのかっていうとですね、例えば10回やったとき、ちょうど何回出るのかっていう確率をどうやって計算すればいいんですかっていう、それがですね、まあ、式として分かってるんですね。で、その式、計算式っていうものに当てはめた、に実際の数字を当てはめていってですね、何回、5回、10回とかって当てはめていったものをこうグラフにしてるっていうものです。で、その時に、その計算式の中に、そもそもじゃあ表が出る、1回あたり表が出る確率はいくつなんですかっていうことを入れておかないと、この計算ができないと。ですね。で、これを 0.05 に置きましょう。これが、さっきのコインとしてやったものです。でも例えば、じゃあこの二項分布っていうのはですね、この θ を 0.8、つまり表がもともと出やすいコインだっていうふうにですね、10回中8回ぐらい表が出るコインだっていうふうに考えるとですね、その場合には、分布はこんなふうになるということですね。つまり、10回中10回出る確率とか10回中9回出る確率は結構高いということになります。逆にこのコインは表はあんまり出ないんじゃないのと、10回中2回ぐらいしか表出ないようなそういう偏ってるコインなんじゃないのって思うと、その時に10回中10回とも表が出る確率はどれぐらいなのかっていうと、またこれも二項分布っていうそのまあ式を使って計算することができて、まあ、グラフで見るともうほとんど何もないわけですけども、計算するとですね、これは 0.00000000042 という、ぐらいになるということが、計算することができる。まあすごい、もうほとんどないよってことがわかるっていう。まあそんな風になってます。で、なんかすごいややこしいことを言ってますけども、帰無仮説を設定するっていうのは、コイントスに関して言うと、例えば、まあ、10回の場合だったらばこんな感じですね。こういうふうになってるはずだっていうふうに考えたということです。実際の、さっきのやつで言うと5回ですから、5回コイントスをしたときには、表が出る確率っていうのはこんなふうになってるはずだという帰無仮説を置いた。でその時に、実際に起きたことは、4回表が出るということがあったわけですから、そうすると4回以上出る確率はいくつですかっていうと、この色がついているところを、この数値とこの数値ですね、これを足し合わせたものになりますよね、という、そういう計算をしているということです。これが帰無仮説優位性検定という話です。時間が結構押してきたので、みんなも疲れてきたと思いますけども、ちゃっちゃと行きましょう。はい。で、いろいろなあのことを、話しましたけれども、まあ、優位性検定すごく大事なことなんで、まあ、この後ですね、実際に手も動かしながら、だんだん落ち着いていってくれるといいなと、皆さんの頭の中に入っていくといいなというふうに思っています。で、それぞれの時に、戻ってこられるように、この、私がこれからのですね、今回だけじゃなくて、来週以降もですね、講義の中でいろいろ帰無仮説がとか、ピーチがとか、優位水準がとかいうふうに言うと思いますので、その時に戻ってこられるように、用語集としてスライドを作っておいたんで、今お見せしています。これは後でですね、見直しておくっていうよりかは、毎回このスライドはですね、戻ってきて確認してもらえるといいんじゃないかと思います。はい。ということで、あとですね、あと5分、10分ぐらいでですね、じゃあ、
今日具体的に、皆さんにやってもらう、勤務仮説優位性検定の中の一つの、T 検定というものについて、簡単な、説明をしてみたいと思います。で、いや、勤務仮説優位性検定の中の一つの T 検定って言ったけども、それ一体どういうことなの?ということなんですけども、実はこの勤務仮説優位性検定っていうものにも、いろんな種類の検定があります。で、さっき、見てもらったですね、このコインを5回トスしたらば、そのうち4回表が出ました。さあ、このコインは、偏っていると言えるでしょうか、言えないでしょうかってやつは、実はあれはですね、二項検定というふうに言います。なんで二項検定かっていうと、その検定を使うときに、使った分布ってやつですね、確率、ピーチを計算するときに使った、こう、棒がたくさん並んでる、まあ、ヒストグラムって言いますけども、あれが二項分布というものだったから、だから二項検定ということですね。で、他のときにはまた他のものを使うという人がある、いうことです。で、具体的に言うとですね、まあ、そうね、どういうふうに考えてたのかな。本当にいろんな種類のものがあるんですけども、まず基本、非常に基本的なものから入っていきたいと思います。で、二項検定の理屈は先ほど簡単に説明しましたんで、じゃあこれをいきましょうということで、考えたいのが、まず最初はですね、二つの群を比べるという、そういう検定っていうものを考えたいということです。例えば、男の人と女の人とでは、何が違うんだろうかということですね。髪の長さが違うとか、恋人の優先順位が違う。まあ、ひょっとしてそんなことがあるか。まあ、限定商品が好きかどうかが違うとかですね。まあ、そんなような興味があったとしましょうと。で、じゃあそれをですね、比較してみたい。比べてみたい。そこにやっぱり、ジェンダー差はあるのだ。いうふうに、言えるのか言えないのかっていうことを、これを勤務仮説優位性検定の枠組みで、考えてみたいということです。で、こういう話をするときにはですね、今、このスライドで見せてますけども、こんなふうに考えます。性別っていうもの、これを、独立変数として髪の長さという従属変数に影響しているというふうな言い方をしたりとか、髪の長さが目的変数で性別という説明変数によってそれが説明できるなんていうですね、言い方をしたりします。まあ、どういうことかっていうと、まあ、どっちにしろですね、その性別と髪の長さに関連はあるのかということなんですけども、まあ、この授業ではどっちかっていうと、この目的変数と説明変数っていう言い方を使うことが多いと思います。で、どういうことかっていうと、例えばですね、こういうことですよ。皆さんがどっかのですね、なんか今までこう、行ったことのない国にですね、行ったらば、まあ、たくさんいろんな人がいますよね、当然、人が歩いてるのを見ると。で、その街で、まあ、髪の毛の長さがですね、いろんな髪の毛の長さの人がいるわけですね。で、だけども、なんで髪の毛の長さが違っているのかっていうのが、ちょっといまいちよくわからないなと。つまり、髪の毛の長さに、ばらつきがある、個人差がある。で、そのばらつきがあるのはなんでなのか知りたいな、ということで、髪の長さが知りたい。これが知りたい目的ですね。で、こういうことを考えるわけです。ひょっとしたらば、この国では髪の毛の長さっていうのは、性別によって結構影響されてるんじゃないか。性別が違うと髪がの長さが違うと。どうも男性だと髪が長くて、女性は髪を短くするという、そういうことが起きてるんじゃないか。つまり、髪の毛の長さ、性別というのが髪の毛の長さの個人差というものを説明するんじゃないのかなっていうふうに考えるみたいな言い方をしたりします。で、今ここでまず最初にやりたいのは大事なのは何かっていうと、こういうふうに性別みたいにですね、まあ性別ももちろんいろんな性別がありますけれども、ここは男と女っていうそれだけをあえて考えてます。これは授業のネタにする課題としてやるために言っていて、まあそれ以外の性別が存在しないとかそういう話では、ないんです。なくてですね、そうではなくて二群の差を扱うというところで、まあこの例を挙げているということなんですけども、2つのグループ、A と B
男と女でも A と B と1とか1と0でも何でもいいんですけども、2つにグループ分けすると、それによって、髪の毛の長さっていうものがその2つのグループ間で違っているのかどうかっていうことを見たいという、そういう種類の、検定というものがあるということです。で、この時にもですね、こういう2つのグループを比較するような検定についてもですね、いろんな検定が実はあります。で、今回、僕らが扱うのは、検定と呼ばれるものですね。で、これは一体何かというとですね、ここで先々週からやってきたですね、尺度水準というのが結構効いてきます。どういうことかというと、説明変数が何尺度で、目的変数が何尺度かということによって、使う、利用する検定の種類が変わってくるということがあるわけです。まず今、二軍の比較をするということですから、この場合には説明変数はもう名義尺度というふうに考えることができます。まあ、二つしかグループがないわけですから、これ上と下とかですね、順序をつけるっていう必要もないわけですね。とにかく二つ、二種類にしか分からないんで、これはもう違うっていうことが分かるだけですから、もう名義尺度というふうに言えるわけです。ですから、ここについてはまだ今はいいです。将来的にはこの説明変数が、感覚尺度になった場合はどうかとか、順序尺度になった場合はどうかというような話も出てきます。今はでもまだいいです。で、じゃあ、もう一つ問題になるのは目的変数の方でして、目的変数が、名義尺度なのか、順序尺度なのか、それとも感覚尺度なのかということで、使える検定の種類が変わってきます。で、今回まず最初にやるのはこの目的変数が感覚尺度もしくは比例尺度であるときの検定ということです。で、どうしてかというとですね、この T 検定というのは平均値の比較なわけですね。で、平均値っていうのは基本的に、感覚尺度もしくは比例尺度でないと、それを計算することにあまり意味はないですよというふうに、先週話したと思います。ですから、平均値の差を比較するということで、まあ、感覚尺度でないとそもそも意味がないよということですね。ということです。ということで、まあ、最初にやるのは、この二群の平均値の比較をする検定だということです。で、この時に使うのが T 検定ということです。で、ちょっと待ってくださいね。はい。で、T 検定っていうのはですね、一体どういうものかというと、これを簡単に説明しておきたいと思います。2つのグループの平均値に差があるかを知るときに、知りたいときに使う検定ということです。説明変数は名義尺度、で、目的変数は感覚尺度になっているということですね。そして、帰無仮説を置きますけども、帰無仮説は母集団において目的変数が正規分布になっていると前提すると。そして、母数段において2つのグループの平均値に差はないと前提する。一体どういうこっちゃ？正規分布っていうのは、例えば今ここの下に示したもの、これが、正規分布というものの、これ T 分布ですね、になります。ちょっと待ってくださいね。正規分布はね、ちょっとスライド行ったり来たりしますけども、先ほどミスの中ではこれですね、これです。これは、平均が0で、1標準偏差が15の正規分布とかいうふうに言いますけども、まあ、具体的に言うと、知能指数っていうのはこういう正規分布になるというふうに言われています。0っていうのが、知能指数で言うと100になるところですね。ちょっとこれ0にしちゃってますけども、こんなふうになっている。これは一体どういうことかというと、例えば、人類全員の、知能指数をですね、こう、そこの人はどれぐらいいるのかということで、こう、示していくと、こんな分布になってますよ、ということですね。で、0っていうのは、0はプラス100だというふうに考えてください。ちょうど平均の人ですね。平均の人が、これぐらい。で、平均プラス15ですから、115の人っていうのは、これぐらいになるというふうな形で、示しているというものです。で、この30から右側のところを塗りつぶしちゃって、下に P が X 大なり30イコール 0.0228 って書いてあるのは一体どういうことかというと、IQ がですね、知能指数が130よりも大きい人、ここですね、大きくなるという確率はどれぐらいかっていうと、2.28% ですよということですから、130以上の人っていうのは、100人に3人ぐらいしかいませんよっていうことを示しているという、まあそういうようなものです。これ合ってるかな？ 115。ちょっと待ってくださいね。
30、15じゃなくて、これ間違ってるかもしれないですね。100、SD を15にしてるような気がします。ちょっとなんか、私の勘違いな気がします。後で確認をしておきます。まあ、正規分布。まあ、ポイントはですね、まあ、この T 分布も似てるんですけども、ちょうど平均値あたりの人がめちゃくちゃ多くって、そこから、外れた人は左右どちらも同じぐらい人数が減っていくよっていうふうになっているということです。でそういうふうに、ある値が、測りたいもの。例えば髪の毛の長さでもいいですし、心の温かさでもいいんですけども、そういうふうにみんなを調べたらこんなふうに分布しているよと。平均値あたりの人が一番多いように分布しているよねっていう、そういう前提を置くということです。そして、それが例えば男性の髪の毛の長さの分布と女性の髪の毛の長さの分布っていうんで、平均値のところがちょうど同じになってますねっていうのが、これが、帰無仮説です。で、こういう帰無仮説を置くとですね、一体何が嬉しいことがあるかというとですね、上記の帰無仮説を置いたときに、サンプルの平均値が T 分布に従うことを利用すると。で、これはまあちょっとかなりややこしい話で、もうなんか語り始めるとですね、もう皆さんが寝ないわけにはいかないかもしれない。うまく語ればすごく面白く語れると思うんですけども、すごく大事な仕事なんですけども、母集団ですね。密着対象全体を調べると正規分布になっているところから、例えば一回なんかこう男性100人と女性100人を連れてきて髪の毛の長さを調べてみて、その平均値っていうものを計算するっていうことをやったとします。そうするとなんかある値が出てきますよね。でもそれって、まあ、今回、調査1としてね、男性100人、女性100人調べました。そうすると、3センチの差が出ましたよと。で、調査2でもう一回ですね、男性100人、女性100人、また別の人たちを集めてきて、やってみたら、今度は 2.5 センチしか差がないかもしれないと。で、2.5 センチ男性の方が長い。で、もう一回調査をやってみて、また100人、100人集めてきたら、今度は女性の方が1センチ長いってことになるかもしれない。で、そういうことはありえますよね。たまたま髪の毛の長い男性とか、たまたま髪の毛の、短い男性っていうものを、連れてきてしまうってことがあるので、どうしたってサンプルは毎回ですね、違った結果をもたらすわけですね。じゃあその毎回の平均値の差ですね、男女の平均値の差っていうものが、どんな風になるのかなって、どんな風な分布を描くんだろうかってことを考えられたらいいわけですね。これは、最初の例で、コインを5回投げたときに、4回以上、表が出る確率はどれぐらいになるかなって考えたのと似てるわけです。調査を何回も繰り返したときに、例えば、その、髪の毛の、男女の平均、髪の毛の男女の長さの差が3センチ以上になる確率でどれぐらいなのかなっていうことが計算できたら嬉しいわけですね。で、それは実はですね、計算できるということが分かっていて、それがまあ T 分布という、こういう、まあこれは T 分布の説ですけども、こんな形に分布するということが分かっていて、で、ある、T っていうものは計算できるんですけども、ある値以上になる確率っていうのは計算できるということが分かっています。で、まあこれを計算してですね、こういう分布の式ですね、分布を表す式っていうのを計算して、その P 値を計算できるようにしてくれたのが、まあこのゴセットさんという人ですね。で、ゴセットさんはですね、実はこれすごく偉大な貢献なんですね。まあ、人類史上に残る業績といって、本当大げさじゃないんですけども、この人は当時ですね、ギネスビールの社員だったので、ギネスビールってギネスブックのギネスですけども、ギネスブックがですね、個人名でですね、研究成果を発表するっていうことを禁止していたので、自分の本名じゃなくてですね、スチューデントっていう学生っていうペンネームでもって論文を発表したので、まあ自分の名前をですね、出すことができなかったと。でもこれは世に公開するべき重要な発見であるって彼は思ったから、まあ自分自身のね、業績にはならなくてもいいから発表するんだって言って、スチューデント。そのスチューデントですよ。キーチャーじゃなくてスチューデントですね。すごく、謙遜した名前でですね、発表されたということです。が、我々は、彼に感謝するために、このゴセットという名前をやはり覚えておくべきだと思います。まあ、ややこしい話、具体的にこの後見た方がいいと思いますけれども、こういうことですね。帰無仮説として母集団の分布を禁止する確率分布を正規分布というふうに置きましょう。
そして、確率モデルの形を決める母数として、母集団における核群の平均 μ1 と μ1 が数が等しいとする。つまり、男性と女性の、髪の毛の長さの平均値が母集団で等しいというふうな前提を置くと。そして、有意水準サンプルサイズを決めてデータを集めて、P 値を計算すると。で、この P 値を計算するというところは、これはこの後まさに皆さんに HAD でやってもらうということで、これは自動的に PHAD が出してくれます。で、そしてあとはもう同じですね。P 値が 5% より小さいか大きいかということです。P 値が有意水準の 5% よりも小さかったら、帰無仮説を棄却する。つまり、母集団における平均値差は0でないと判断する。つまり、差があるというふうに判断する。P が有意水準よりも以上であったらば判断を保留するというそういうことをやるわけです。で、これ後で説明しますけども、T 検定はですね、このゴセトさんが考えた、スチューデントの T 検定って呼ばれるものがあるんですけども、これにはですね、ちょっと、強い前提というものがあります。で、それはですね、例えば先ほどの男性と女性の髪の毛の長さの平均値差があるかって話をしたときに、ゴセットさんの考えた T 検定、まあ、スチューデントの T 検定ではですね、男性における髪の毛の長さの分散、ばらつき具合と、女性における髪の毛の長さの分散、ばらつき具合っていうのは、これが等しいという前提を置いてたんですね。どっちも同じくらいにばらついているという前提を置いていたわけですけども、これは必ずしも常にそうではないかもしれないわけですね。男性はみんな、髪の毛が、40センチで、標準偏差がプラマイ5センチぐらいなんだけども、女性は、髪の毛が20センチ、プラマイ30とかですね、女性は実はめちゃくちゃ長い人とすごい短い人がいるんだけども、男性はだいたい40センチぐらいになってるとかかもしれないわけですよね。で、そういう時に、スチューデントさんの T 検定だと間違った結果になってしまう。でそこを調整してですね、ウェルチさんという人がそれを調整した改良版というものを作っています。でこのウェルチさんのやつは、男女のですね、分散が等しい時にも使えるので、つまり現状では、常にウェルチを使えばいいということです。でこれは後で HAD の方でももう一回説明をします。あと、片側検定と両側検定という話があるんですけども、これはですね、かなりややこしい。実はかなりややこしいことなんで、一応書いてありますけども、機会があればまた説明するという形にしたいと思います。はい。ということで、かなり駆け足になりましたが、それでも55分ということで、結構な時間を解説に使いましたけども、帰無仮説優位性検定の話をしてきました。実際にこの T 検定を使って HAD で帰無仮説優位性検定をやって、まあこういうことを繰り返しながら、こういうことかなというふうに皆さんの頭の中に落ち着いていくことを期待したいと思います。ではですね、まずは解説の方の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。